Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。プレデターハンティンググラウンズの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。プレデター誰でもできる爆速レベル上げ法を紹介ということでね、このゲーム発売になって3日4日ぐらいかな、まだ4日ぐらいだと思うんですけれども、だいぶね慣れた人が出てきて、もうみんなねやってる人はだいぶレベル上がってると思うんですけれども、レベルが上がらないとちょっとね何もできないかなみたいなところ状況になりつつあるので、ここでね一回私のおすすめのレベル上げ方法を紹介したいなと思います。誰でもできる、誰でも簡単にできる、簡単までいかない、簡単なんだけど初心者でもこうやっていった方、特に初めてやる人なんかこうやっていった方がいいんじゃないかなみたいな、そんなやり方を紹介したいなと思います。何かの参考にしてみてください。で、製品版の特徴なんですけれども、まずプレデターが全体的に強化されてます。だから面白くなってますね。いいバランスといえばいいバランスになっております。で、最近レベルが上がってきて、コンビスティックがみんな使えるようになって、あとバーサーカーってクラスも使えるようになってね、コンビスティックバーサーカーが無双しているような状態ができつつあります。まあ強いんですよね。強いから使いたくなっちゃうのはしょうがないんだけれども、でプレデターのマッチ時間がかなり長いです。これはまあどうしようもないよね。で、最初に言ったようにレベルを上げて武器類をアンロックしないと、特殊部隊側もプレデター側もあんまりなんか好きにできないかなみたいな。だからレベルが低い人はいいカモになっちゃうみたいな、どっち側でもねいいカモになっちゃう、つまりいいバランスといえばいいバランスになってるということですね。ただこのまま行くとプレデター側もコンビスティックバーサーカーばっかり、ファイアーチーム側はそれに対する装備ばっかりみたいな状態になって、ゲーム性がちょっと壊れちゃうんじゃないかなっていう心配があるかなっていう状況ですね。プレイヤー数自体はかなりいます。だから全然マッチングとかはね大丈夫なんだけど、ただプレデター希望者が多すぎるんでなかなかマッチしないという状況ですね。で、今日の動画の概要なんですけれども、まずプレデター側の最終的な理想のセット、これを紹介したいなと思うのと、で次に人間側ファイアーチーム側の理想の装備セットみたいな、なんかねスキルセットとかそういうのを紹介したいなというのと、で最後に誰でもできるね、まずレベルを上げちゃいましょうっていう、でも誰でもできるよみたいな爆速レベル上げ方法、プラスさらにお金も必要なんですよこのゲーム。だからお金稼ぎも同時にできちゃうよみたいな方法をね紹介したいなと思います。よかったら最後まで見てやってください。で、まずプレデター側のね理想セットみたいのを紹介したいんですけども、私の紹介するのは基本 FPS とかあの TPS のアクションゲームが苦手な人でも大丈夫みたいな、いい勝負ができる、もしくは勝てるみたいなね、そういうセットを理想としてますので、そのつもりで聞いていただけたらなと思うんですけれども、でおすすめは最初に言ったようにバーサーカーバーサーカープラスコンビスティックです。この装備でこのクラスで突撃すると、サブ武器は好きなの持ってっていいです。楽しいやつ、自分が使ってみたいなと思うやつ、これを持っていくのがいい。あのスマートディスクとかね UFO みたいで面白いですし、 でももうやばいなと思ったらもうコンビスティックで突っ込んでいけばいいみたいな、そんな感じ。でもそれまではいろんな武器とかアイテムで遊んでみたいみたいな、ね、プレデター感を味わえるみたいなのねおすすめしたいと思います。で、ギアとかパークはパークに大きいバッグで、ギアには回復キット、あとモーションセンサー、これをね最初のうちは特に持っていった方がいいと思う。ベアトラップもね持ってけんなら持ってっちゃえばいいかなと思いますね。で、あの残りのパークは頑丈とか改造リザーブとかつけとけば、まあ好きなの面白そうなの持ってけばいいと思うけど、慣れない人は頑丈持ってったらさらにいいかなとは思いますね。で、武器類がさっきも言ったみたいにコンビスティックはレベル44ぐらいまで上げないとアンロックできないんですね。で、バーサーカーが40ぐらいだったかな、とにかくね44、45まで上げないといけないんですね。でもこれはサバイバーの方と共通、特殊部隊の方とも共通のレベルなんでね、慣れないプレイヤーとかこれから始めるプレイヤーは特殊部隊の方から始めてレベルを上げていって、で強い特殊部隊の人たちに混じってれば、3人強ければ1人ね慣れてなくても全然勝てるんで、プレデターにはね、あと任務進めるとかもできるんでね、特殊部隊の方でまずレベルを上げてしまって、でコンビスティックとかバーサーカーまでアンロックしちゃって、よしじゃあプレデター行くかみたいなね、そしたらサバイバー側の方でどんなことされたら嫌かとかそういうのも分かってくるからね、でまず特殊部隊の方に出てレベルを上げてしまうと、で全部アンロックしてしまうと、それからプレデターよしやろうみたいなね、そういうのをおすすめしたいなと思います。ただスキンとかのカスタマイズをね最終的に
したくなると思うんだけど、そうするとね、お金がかなり必要になってくるんですね。2万円ぐらいないと一応自分の好きなようにはできないかなみたいな印象あるから、お金も稼いどかないと、なんかね、中途半端なよくわかんないプレデターで、なんか明らかに始めましたみたいなプレデターで出ることになっちゃうから、お金もね、特殊部隊側でまず稼いじゃった方が効率がいいとは思います。マッチングがね、長いからプレデターが今だから、どうしてもプレデター側で経験値とかお金稼ぎしようとすると効率が悪くなっちゃうんでね、特殊部隊側をおすすめしたいなと思います。で、次に特殊部隊側の理想セット、これを紹介したいなと思うんですけれども、今紹介したバーサーカーコンビスティックプレデター、これに対応できないと開始と同時に全員瞬殺されるというような状況になりつつあるんですね。だからまずこれに対応するために近接に特化した装備をおすすめしたいなと思います。で、近接に特化するんだけれども、メインにライトマシンガンがいいんじゃないかなと。私はもうライトマシンガンが一番安定でね、攻撃力を発揮してくれますね。で、サブはまあショットガン、2連のショットガン、しかも初期のショットガンじゃダメなんですよ。2連のショットガンならプレデターをダウンさせることが可能なんですね。で、メインにスナイパーライフルとか、なんかアサルトライフとか他のを持っていきたいという人は、サブにミニガンを持っていくというのも手だと思います。ミニガンならね、プレデターをノックダウンさせることも可能なんで、一気にボーって撃てば、骨抜いてる時一気に狙うんですよ。そうすればプレデターびっくりしてキャンセルして逃げたりもするから、その倒れた仲間を助けられたりするんですね。で、スキルとかギア、パークとかギアなんですけれども、まずプレデターからのダメージを減らす OWLFY 訓練生と頑丈、これを持ってったらいいと思います。で、メディキットと弾薬、これを持ってけるといいかなと思う。だからアサルとかサポートがいいんじゃないかな。リコンもね、あるけど、リコンちょっとね、打たれ弱いんですよね。だからサポートが一番まあ安心っちゃ安心ですよね。で、ショットガンはさっきも言ったように、この初期のじゃね、ダメなんですよね。でも2連の方だったら、なんとかね、拡張マガジン持ってれば絶対、全弾当てればね、ノックダウンすることは可能。不可能ではないんで、もしくはすっごい削れる。だからそれびっくりしてね、プレデターは回避に移ったりもするから、それだけでもね、すっごいプレッシャーになるんで、まあ、あと開始早々の瞬殺っていうのはなくなるということになりますね。で、スナイパーライフル、これは一番下の対戦車ライフル、ペイロードライフルが一番いいんだけれども、チームに1人までにした方がいいと思います。で、スナイパーライフル持ってくんだったら、近接にさっきの2連ショットガンかミニガン、これを持ってくようにしておかないとえらいことになると。で、グレネードはやめた方がいいです。グレネードはちょっとね、弱体化されてる毛があるんで、で、私全弾当てたんですよ、バーサーカーじゃないプレデターに。そしたらダウンできなかったのね。で、バーサーカーの方に全弾までいかないけど5発当てたことがあるんだけど、ダウンしなかった。だからやっぱね、効かないですね。グレポン持ってると最強だろうと思ってボン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 打っちゃうんだけど、で、見た目派手だから当たってんの、すごいダメージ入ってんのかなと思うんだけど、なんか知らないけどいまいちですね。いまいち。ミニ、ライトマシンガンの方がずっと早い。ライトマシンガンの方がダメージはね、いいですね。特にライトマシンガンたらヘッドショット狙えるから、これすごいダメージ入るんですよね。なので、理想のチーム編成は今んとこ近接特化3人ぐらいと、アサルトのジョブでスナイパーを持っていくと、そんなような感じがいいんじゃないかなと思います。これでね、みんな慣れてればどんなプレデターでも撃退できるんで、バーサーカーが来ても近接2人がね、静射すれば絶対ノックダウン取れるんで、で、1回ノックダウン取ればプレデターもかなりね、警戒して1回離れていくから、まあ、ずっとプレデターに追っかけまされることにはなると思うんだけれども、まあ、プレデターやっつけちゃってもいいし、任務進めてってもいいしみたいな感じになるんでね、やっぱプレデターの方に警戒させないと、まずもういいや、絶対死なないだろうみたいに来られちゃうから、それはね、あんまり面白くもないし、やっつけないといけないからね、なんとかしないといけないん で、警戒して離れれば、今度はスナイパーがね、遠くからズバーン撃ち抜いていけるから、スナイパー結構強力なんですよ。だから、そのハメパターンに行けばね、プレデターもかなり近づいてこれなくなるということになると思います。よかったら何かの参考にしてみてください。それではですね、誰でもできる爆速レベル上げお金稼ぎ方法をこれから紹介していきたいなと思います。で、やり方は簡単で、野良のマッチに出るんじゃなくて、プライベートマッチに1人で出るということですね。要するにそういうことで、ファイアーチーム側で出てください。で、上げたい武器、ファイアーチーム側の武器レベルは武器を使わないと上がらないんですね。でも、このやり方なら1回でレベル2とか3上がるんで、武器レベルが、武器のカスタマイズにもね、いいんですね。お金も手に入るし、経験値も手に入るし、武器のレベルも上がるしみたいなね、そんな感じとなっております。マップはキャンプが多いオーバーグロースのね、ジャングルマップをおすすめしたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。爆速レベル上げスタートということでね、
一人で出るってもね、結構 NPC 数多いから一人で戦わなきゃいけないからね、あの回復と最初に言ったあの理想のね、理想の特殊部隊セットで回復と弾薬自分で持ってくるようにしてればまず間違いなく足りるんで、これでねやっていきたいなと思います。で、慣れないうちはね、これがすごいいい練習になるんでぜひねやってみてください。プレデター側で出るのもね実はありですね。どういう武器かなこれみたいに使うの、 NPC 相手にこれね、すごくあの参考になりますよやっぱね、プレイヤー相手に、あとお金ね、これお金を拾ってください。これでお金が結構増えるんでで、経験値とかね、あれがプライベートだと少なくなるみたいなことこのゲームないんで、プライベートでどんどん出てね、レベルをどんどん上げていっちゃうと、マッチングがね、特殊部隊側ならいいんだけど、今さっきも言ったようにレベルが低いうちだと武器が整ってないうちに、あのバーサーカーコンビスティック突食らうと、もうなんだか分かんないうちに終わっちゃった、なんかつまんないなみたいになっちゃうと、それはそれで寂しいんで、プライベートでね出て楽しく NPC 相手に、でも私ね前から言ってんだけど、このゲーム絶対 PVP じゃなくて PVE を充実させた方が面白かったと思うんだよねあと長続きしたと思う。 PVP の方はバランス調整だなんだを続けていけばまあいいとは思うけれども、なんかやっぱな、あんま面白くないなみたいになっちゃうと思うんですよ、その度に。なんかこんな、このプレデターばっかりで面白くないみたいにさ、なんかなっちゃうと嫌じゃないですか。だから、PVE にして、なんかね、みんなでプレデター使って、俺このバーサーカー、俺このスカウト、じゃあ俺このハンターみたいなさ、なんかそれでエイリアンとかをね、人間とか対決していくみたいな、なんかそのミッションをこなしていくみたいなね、やつにした方が絶対面白かったんじゃないかなと思うんだよね。これはこれで PVP で面白いんだけど、PVE の方でそういうのを作ってほしいなと私は切に願ってる、本当に。でもつか、それがないとこのゲームどこかでね限界が来るんじゃないかなとは思うんだ。もうすでにやばいだろみたいに言われてはいるよね。私は全然面白いと思ってるよこれ PVP で。だけどちょっとやっぱ武器の数とかも少ないし、クラスの数もそんなにないしね、もう武器も全部アンロックできちゃってるような状況ですよね、発売から4日ぐらいで。だから私のこのやり方みんな知ってればもうそんな感じで、ね、4日もプレイすれば全部アンロックできるよみたいになって、全部アンロックできたってことは一番強いやつ同士しかいなくなっちゃうってことだよね。だからせっかくいろんな武器があるのにあんま使わないで終わっちゃうじゃないけど、しかも勝負が決まるのは一瞬みたいな、開始して数分で勝負が決まっちゃうみたいな、勝ち負け決まって、勝つときは勝つし負けるときは負けるみたいな、それでバランスいいならいいけど、なんかもうマップいらなくねみたいなマップいらないよねみたいな、なんかリングステージみたいなの作ってプレデター VS 人間みたいなただやればいいじゃんみたいな、なんかそんな感じになっちゃうんだよね。ちょっとゲーム性が壊れてるかなとは思うんだけど、難しいよね、難しいとは思うんだ、うん。でもう全部アンロックしてるからレベル上げ考えなくていいんですよ。長くやるメリットとして経験値がねいっぱい手に入るっていうのがあるんだけれども、その長く経験値もいらないから長くやるメリットがほぼないんですね、プレデター側に。だからもう突っ込んでやっつけるだけでいいやみたいな、なんかそういうプレイがどうしても出てきちゃうみたいなね、うん。私はあんまやらないけど面白くないし、そこまでやっぱ一気に突っ込んでてね、うまいそこまでうまくないから私はだからね、負けちゃうと嫌だなっていうのはあるから、あとハンティングしたいみたいな、隠れてハンティングごっこみたいなしたいみたいな感じあるから、せっかくプレデターできたしみたいな、そういう感じで遊び心がある私みたいなプレイヤーだったら面白いと思うけど、でもそういう時に限ってねファイアーチーム側が結構ガチできちゃって手がつけられないみたいなね、気がついたらもうヘリとこまで行っちゃってんじゃねえかみたいな、そういうこともあり得るんでね。いやごめん、なんか雑談ばっかりになっちゃったんだけどこれねプレデター側にね、あの豚をやっつけちゃうとプレデター側のマップに出るんですね。ここに死んだ豚があるよ、でそこに行くと回復できるんですよ。だプレデターに回復場所を与えるようなことになるんでね、ファイアーチーム側だったらあの豚さんはなるべくね、あの殺さないであげてかわいそうだし、うん、ブーブーって言ってるだけだからね、なるべくそっとしといてあげてって感じなんだけどまあイノシシなのかな、あれは豚というか野生の豚イノシシだよねきっとあれはやばいです、でも食べたら美味しそうだよねプレデターがうわーうまいってやるのもわからんでもないみたいな感じだよね。まあ、とにかくねこんな感じでミッションをどんどん進めていって、これ燃やして、ああやばいやばいでね、結構一人だから集中攻撃食らうとダメージ入るんでね、回復だけは持ってった方がいいと思います。弾はね結構キャンプに落ちてるんでね、それを使えばいいと思うんだけど、でミッションを早くこなしていくとドロップポット、追加ミッションみたいのが来るんで、それやるとねお金と経験値またプラスアルファされるんでね、お得だとは思います。だから早く進めるなら早く進めた方がいいんだけど、
警報装置をわざと鳴らしてね、オードを起こさせて敵たくさんやっつけても経験値いっぱい入るから、まあ、どっちがいいのかなって感じなんだけど、まあ敵やっつけた方が経験値入るんじゃないかなって感じだから、警報装置はわざと鳴らしていっぱい行ってみたいな方がね、武器レベルも上がるしね、ドロップポット、お金が欲しいっていうならドロップポットを狙った方がいいとは思いますけれどもね。で、余談なんですけれども、私 PC 版のプレデターをね今プレイしてるんですけれども、 PS4 とクロスプレイでプライベートマッチもフレンドいっぱいねいるからできると思ってたんですよ。そしたらできなかったプライベートマッチにはクロスプレイはなかったんですね。クロスプレイ自体は野良ではあるんだけれども、プライベートマッチでは PS4 のフレンドを呼ぶことはできないみたいな、そんな感じだったんですね。でちょっとがっくりしてて、で今ね PC 版の方でフレンドエピックゲームズのフレンドになってくれて、しかもライブ配信とかライブ配信外でもプライベートマッチでね、その5人なら5人で順番にプレデター回して一緒に楽しく遊んでくれるみたいな人を募集してるんですね。だからもしこの動画を見てくれてて PC 版のプレデターをプレイしている人で興味があるという方はね、ツイッターの方で、概要欄にツイッターのリンクあるんで、ツイッターの方に DM を送っていただけたらなと思います。ボイスチャットの方はね、ディスコードを使ってるんですけれども、聞くだけ、聞く方だけでマイクオフにしてもらっても構わないんでね、もちろんマイクオンで普通に会話に参加してもらっても構わないんですけれども、その場合ライブ配信に参加するんだったらね、その雑音が大丈夫かとかヘッドセット大丈夫かとかちょっとだけ確認させていただきたいんですけれども、全然構いませんのでね。で配信してる方で同時配信とかしたいという方も大歓迎ですので、ぜひ遠慮なく送ってみてください。よろしくお願いいたします。ということでですね、倉庫行ってるうちにヘリーのところまで脱出してきたという感じですね。あとはここでの報道をなるべく敵を倒してね、経験値を稼いでいくという感じなんだけれども、今更なんだけれども、この敵を倒すときにレベルを上げたい武器で攻撃しないと意味がないので、レベルを上げたい武器を持ってくるといいとは思います。これをやり方すればね、3回ぐらい出ればほとんどの武器がレベル8とか10に行くと思うから、8ぐらいまでかな、8ぐらいまでいけるかな、3回出れば多分、うん、だからね、ほとんどの武器のカスタムがアンロックできるようになりますんでね、まあ、それにしたってお金が必要だから、お金もねでも結構手に入るんで、普通に野良で出ると同じぐらいかそれよりちょっと少ないぐらいになっちゃうんだけど、でも安定してね出撃できるし、ほぼ格で同じような額がね常に稼げるからいいとは思いますね。まあはっきり言ってこっちの方がおすすめかな。やっぱプレデター相手にしちゃうと武器をいろいろ試したりとかね、海底遊んでいくとかなかなか難しくなってきちゃうからね、上げたい武器のレベルを上げることができないということになってしまうので、このやり方おすすめだと思います。よかったらやってみてください。まあ、こんな感じでね、レベルが上がってお金も貯まって、プレデターもなんか満足いくようにね、全部武器とか揃ったよって言ったら、まずプレデターでもこのプライベートで出てみてください。そうするとね、プレデターの操作かなり慣れることができるし、武器の使い方とか武器の持ち替えとかがねまず練習いると思うんですよね。それにもまず慣れちゃって、プライベートで NPC 相手にねゆっくりこう好きなようにハンティングを遊んでいくみたいなそんでマップとかも覚えられるし、そっちの方が絶対いいと思う。うん、だまずプライベートで出てみることをおすすめしたいと思います。よかったらね、何かの参考にしてみてください。いや、このゲームね、まあ、最終的にいいバランスになってると思います。これがでもそもそもみんなが望んでたことだしね、その通りになってくれたと、ユーザーの声をちゃんと反映させてくれたというところは素晴らしいと評価したいですね、私は。で、プレイヤー数もまだまだ全然多いし、これからどうしようかなと思ってる人はまあいいんじゃないかなとは思うけど、プレデターがすぐ何でもできると思ってやるんだったらそれはちょっと難しいので、少し考えた方がいいかなとは思います。でもしやるんだったら PC 版だったら PC 版のなんかこういった私がさっき言ったみたいなコミュニティに参加して、プレデターを順番でねプライベートマッチで回して遊びませんかみたいなコミュニティに参加するとか、 PS4 版なら PS4 版のなんかそういうコミュニティに参加するとか、友達に声をかけて、もういつも遊んでる友達がプレデターやってるで4人以上集まれる、5人までやれるんですけども、4人以上あればプライベートでねプレデター1対ファイアーチーム3人とかで十分遊べると思うんで、4人以上集まれそうだっていうんだったらもうね絶対やった方がいいかなとは思うんですけれども、現状プレデターで出ようとしたらマッチングに5分以上は最低でも絶対かかるし、一番長い人とかになると30分待った1時間待ったとかいう、まあ私知らないけどそこまで待たないけどはっきり言ってそういう人も出てくるんでね、ちょっと思ったようにプレデターはプレイできないというのが現状だと思います。よかったら何かの参考にしてみてください。で、私たちのコミュニティにね興味のある方は、楽しく遊べる方だったらね誰でも歓迎ですので、ぜひツイッターでね DM を送ってみてください。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ラビットでした。皆様の陽気ハンティングライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。